どうま、いい加減にしろ。度が過ぎる。上限の一、ま、なあなあ、答えてくれたっていいだろう。黙ってないでさ。あ、それじゃあ二択なら答えるか。国志望殿と進展があったなかった、さあどっち。ほうほう、答えなくても顔には出てしまっているね。なんてしつこい、表情で悟られてしまうなんて不覚。どうしてそんなに隠そうとするのかな。俺は味方だというのに。この人は本気で言っているのですか。上限の二様が関わるとろくなことがないというのに。何を言っても無視ってことか。ならいい、強行手段に出るまで。縄なんて持ち出して一体何をする気。国志望殿とのことを聞いても教えてくれないから、国志望殿がどう出るか見せてもらおうじゃないか。ちょっと失礼。なあ、やめてください。今頃喋ったって遅いんだから。囚われの泣き目。さあ、国志望殿はどう出るかな。そんな上限の一様にご迷惑をかけるようなことは許しません。まあまあ、いいじゃないか。国志望殿の行動で彼の本心がわかるかもしれないし、一石二鳥。黙って縛られててくれよ。上限の一様の本心。でも、もしもこれで助けてもらえなかったら。さあ、あとは国志望殿に文を書いて、泣き目誘拐されたり、助けたくばここにと、これでよし。ああ、なんてことを。あとは楽しみに待っているとしよう。まあ、どこで何してるかもわからないし、すぐに来るわけないさ。そろそろかな。さあ、どんな顔で現れるのかな。国志望殿ってばなかなか焦らすな。な、泣き目。そう落ち込むことはないさ。今にきっと。上限の一様、きっと来てくださると思っていました。でもこれは、もう縄を解いてください。まあ、もう少し、もう少しだけ待とう。私だってこんな茶番にいつまでも付き合うほど暇じゃ。おい、今すぐその縄を外すんだ。上限の一様、私のことを助けに。やっとお出ましか、国志望殿。待ちくたびれたぞ。貴様、よくもこんなこと。愛には試練がつきものだろう。何を言っている。ああ、上限の一様が私のために怒ってくださって。こんなことをして無限城に何かあったらどうするんだ。え、嘘。上限の一様が心配しているのは無限城のことだけ。おいおいおい、国志望殿、それはあんまりだろ。こうなったら、な、泣き目を返して欲しければこの俺を倒して奪うんだな。は、そんなのたやすいこと。上限の二様、もうこんな茶番はやめましょう。上限の一様のおっしゃる通りです。うるさいうるさい。国志望殿が泣き目を助けないのならば、今ここであんなことやこんなことをしちゃうんだから。ほらほら。何、やめてください。どうま、貴様何を考えて。国志望殿、いいのかな。まずは手始めにこのまま泣き目の身ぐるみを剥いで。いや、上限の二様、どうしてそんなことを。やめ。どうま、いい加減にしろ。度が過ぎる。上限の一様。な、元はといえば国志望殿が言い出したことだろう。そこまでやれとは言っていない。え、何、どういうこと。すまなかった、泣き目。はあ、もう俺から説明しよう。事の発端は昨日のことだ。
はあ、ごくしぼう殿、すっごいため息ついちゃってどうしたんだい。いや、そのなんでも。しかし、ああ、もうはっきりしてくれないか。実は。なるほど、要は泣き目と相思相愛か気になると。そんなことは言っていないだろう。そう、近頃泣き目の様子が変わったことが気になると。それに私自身がどうしてこんなに泣き目が気になるのかと、そう言ったのだ。いや、一緒だろ。はいはい、言いたいことは分かった。そうだな、この件俺に任せてくれるか。というと？いい考えがある。国志望殿に頼りにされるなんてそうあることではないからな。一肌脱ごうじゃないか。かたじけない。上弦の一様が私のことをそこまで考えてくださっていたなんて。ということだ、面目ない。それで己の疑問は、心は分かったのか。それはと、邪魔者はこの辺でお暇しようか。答え合わせは二人でするといいさ。と見せかけて、もちろんこっそり聞かせてもらうけどね。大丈夫か。はい、ありがとうございます。すまなかった。いえ。ああ、もうじれったいな。さっさと気持ちを伝えればいいのに。あの、いえ、どうぞお話しください。まあ、私は分かったことがある。お、ついに決心を決めたか。いけ、国志望殿。あんな奴に相談したのが間違いだった。結果的に泣き目に嫌な思いをさせた。本当にすまない。え、あれ？気にしないでください。本当に私は大丈夫なので。私は今のままの関係で十分なのです。本当に泣き目はいいやつだ。あんなやつと違って。あんなやつと一緒にしないでください。え、いや、だからあいつって俺のこと話してるよね。俺のことは今関係ないだろう。本当にあいつはいつまで経っても学習をしない。本当ですね、あいつったら。ちょっと、話題が完全にずれているじゃないか。くそ、こんなのあんまりだ。言ったようだな。あれでも隠れていたつもりだったのでしょうか。それで、さっきの話なんだが。それはまた今度聞かせてください。わかった。聞かなくとも、多分私と上弦の一様のお気持ちはきっと。なんだと？ここまで来てまだ進展がないのか。奥手にも程があるぞ。どうも、さっさとあの二人をどうにかするんだ。